ハロー YouTube、ニーハオヨーコアン、リンチューです。ですね、今日もですね、日中を股にかけたたっぷりバイリンガルの僕が皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない。そして日本のマスコミは本当に偏向報道ばかりなので、皆さんぜひチャンネル登録と、Twitter をフォローして中華ニュースを追ってみてください。はい、今日のニュースなんですけどもね、北京に関するニュースですね。北京はですね、中国の首都ということになっているんですけども、行ってみるとなんか意外と遅れた感じなんですよね。例えばですね、アメリカの首都は、ワシントン DC であってニューヨークではありません。で、オーストラリアの首都は、キャンベラであって、シドニーではありません。で、ワシントン DC やキャンベラはですね、ニューヨークや、シドニーと比べてね、ちょっと遅れた感じですよね。まあそんな感じでね、北京もそこまで期待しない方が、いい感じなんですよね。中国の四大都市、北京、上海、広州、深圳ってあるんですけども、残りの3つに比べるとこの北京っていうのはね、ちょっと遅れた感じでね、ものすごく期待をしているとちょっと残念な感じがするんですけども、まあね、別にそこまで期待しなかったらね、ちょっと旅行に行く分には、結構いいと思います。はい、そんなね、北京なんですけども、2020年、北京のオフィスビルの、空き室率と、家賃の下げ幅がですね、新記録を出したという話ですね。はい、2020年北京の、ね、オフィスビルの、空き室率が 20% となって、新記録を、出してしまったようですね。そしてですね、需要と供給の関係があるじゃないですか。で、北京のですね、オフィスビルが増えた量と、なんですか、その需要の増加率がですね、だいたい5倍になってしまったと。要はですね、需要の5倍ぐらい、北京のね、オフィスの数が増えてしまっていると、そういった状況になっているようですね。そしてね、オフィスビルの、家賃なんですけども、2019年の、383元、1平米あたりですね、383元っていうと、だいたいね、日本円にして6000円ぐらいから、2020年の、351元、だいたい30元ぐらい、減ってるわけなんですけども、まあ日本円にするとね、5500円まで、下がったということで、その下がり幅はですね、8.4% なんですよね。で、2018年と比べると、13%、下がっているといった状況に、なっております。つまりですね、2020年になって、例の病気が出てきて、いきなり下がったと、そういうわけじゃなくて、2018年から、2019年までですでに 4.6% 下がっていたんですよね。だから北京のそのオフィスビルの家賃の価格はまあもともと下がり始めていたと、そういった状況になっているんですよね。だいたいね、5年前なんですけども、北京というか、まあまあ中国全体の双方っていう、不動産業者の、会長の、パンシイっていう人が、言ってたんですけども、もう、中国の不動産はね、特に北京の不動産は限界だということで、彼はですね、自分の持ってた不動産をね、多分ほとんど売ってしまって、不動産業を辞めちゃったんですよね。不動産業を辞めちゃって今何やってるかっていうと、なんかプログラム関係に移ろうとして、もうね、多分ね、まあ、50、60とかそんな年齢なんですけども、新しく Python っていう、プログラミング言語を、学び直してるっていうのを Weibo で発表していました。はい、そのぐらいね、もともとその大手の
不動産業者の会長がそう言ってるんですよね。で、北京の一般的なマンションね、住宅の家賃回収率、家賃回収率っていうのはそのマンションの価格に対する1年間で家賃で回収できる額ですね。それがですね、だいたい 1.5% で、家賃だけで回収しようとすると70年ぐらいかかってしまうと、そういった数字になっております。これに対してですね、オフィスビルっていうのはだいたいですね、2.5% あるんですよね。2.5% っつってもね、むちゃくちゃ低いわけなんですよ。2.5%、だいたいね、家賃だけで回収しようとすると、40年ぐらいかかってしまうと、そういったね、悲惨な状況になっております。まあ、ここ数年というか、まあ、ここ20年ね、ずっとこの不動産業がですね、中国経済を牽引してきたわけなんですけどもね、ここに来てたわけじゃないんですけども、なんか10年ぐらい前から怪しくて、5年ぐらい前から普通に考えたらやばいだろうっていう、状況になっていたんですけども、それでもね、わからない人はわからないで、特にね、住宅、マンションね、不動産とかね、それでも買うんだって、どうにかして買って繁殖するんだって頑張ってる人たちは頑張っていましたね。中国国内ではそのマンションを買うと買わないと自分のその持ち家じゃないと結婚できないってことに、できないって思い込んでる、バカがたくさんいるんですよ。本気でバカがそこら辺中にいるんですよ。で、大体中国国内の、持ち家率っていうのは、90% に、なっているんですよね。まあ、他国だとね、50% とかね、60% とかね、そんな感じなんですよね。なんかほら、一部ね、国家がもう本当に配給、ほぼほぼ住宅配給してるような、それか格安で売ってるような国とかね、除いてね、そんな感じになっております。でもこの 90% 高すぎる、値段も高すぎる、それでね、ぶっちゃけね、マンションなんて買うより、お金貯めて、その、まあ、リートとかね、そういうなんかほら金融商品で、要はね、そのマンション買って、バカ高い住宅ローンを返している人にお金を貸した方がはるかに儲かるといった構造になっているのに、アホな人たちは気づかないと、そういった構造になっております。はい、今日のこの動画がね、いいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録とツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。